私、眠っちゃってたんだ。起こしてくれてありがとう。私、鼓と待ち合わせしてたの。それで待ってる間に明日の数学の予習をしておこうと思ったんだけど。うん。あ、神岡くんは？忘れ物？探し物あるといいね。
そうです。はい。神岡さん、図書委員なんですか？図鑑で何を調べるのですか？神岡さん、何か知っているんですか？わかりました。調べることがあるんですよね。あなたが図書室に返却してください。なぜですか？では、お渡しします。昔、私と何かありました。なら結構です。私、麻生です。お嬢じゃありません。私、そんな取材はしたくありません。お休みにする理由がありません。地味かどうかは読者が決めることです。
それはたちの悪い噂です。あれは偶然が重なった結果だったと学園側も発表したじゃないですか。その犯人が星原さんだとおっしゃるんですか。どちらにしても確かな根拠もないのに人の名誉を傷つけかねない取材をするなんてお断りします。って何ですか。推測に過ぎないじゃないですか。それも時と場合によります。何よ。何をイライラしてたのよ。今は重要な話をしてるのよ、神岡くん。なんで機嫌悪いか知らないけど、考え事なんかしてないでちゃんと話聞いてよね。私たちは学園祭の担当じゃないのよ。いつも通りの新聞記事を作りましょう。ただの憶測や噂を載せるよりも、こういう時こそ真面目な紙面にした方が印象がいいですし、価値もあると思います。それって皮肉ですか。確かに設立したのは部長かもしれませんが、新聞部は部長の私物じゃありません。それとこれとは話が別です。優秀の美って最後まで立派に行くことを言うんです。この場合は不適切です。まさか神岡くん。
神岡くん。部長を怒らせちゃったね。私はいいの。私らしくない？ばかりだって。自殺したけど生き返ったとか。